2021年1月3日です、去年出してた動画で青森に住む48歳のビジュアル系大好きおじさんですという自己紹介をよくやってましたけど、まあそろそろもう49歳ですって名乗らないとダメですね。僕昔から早く年取って枯れたいっていう願望があって、なので49歳ってなんか中途半端で早く50歳になりたいなと思ってる昨今でございますけれども、あの年末に上げた動画でこれから爆竹さんを聴いてみたいという方におすすめのアルバムをこうファン歴30年以上の僕が語ってみるっていう動画を上げてるんですけれども、その中でまあベスト版から入るパターン、ライブ版から入るパターン、最新アルバム、まあ今で言うとアブラカダブラから入るパターン、あと皆様が挙げがちなものとして69から入る場合、メメントモリから入る場合、あと13回は結構から入る場合について、それぞれの一長一短でもないですけど、まあどういう感じかっていうのを解説してる、解説っておこがましいんですけど、そういう動画もありますので、よろしかったら合わせてご覧ください。でそれはまあ一般的に皆様がこういうアルバムを上げてるよという話だったので、今日はそうではなくて僕が1枚選ぶとしたらどれかっていうお話をしたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。基本的には僕も最新アルバムから入ったらいいんじゃないって普段は言ってるんですけれども、このアブラカダブラが繰り返しになりますけれども、割と異質な方で、最初からすごく肌触りがいい、まあ、人をダメにするクッションのように最初からすごく体に馴染むっていうアルバムで、他のアルバムに比べた場合ちょっと異質かなと思いまして、他のアルバムってどっちかっていうと最初はゴワゴワな毛布っていう印象なんだけれども、繰り返し聞いていくと体に馴染んで、もうこの毛布がないと寝られない、手放せない、旅行にも連れて行きたい、修学旅行にこの毛布持ってきたいってなるようなアルバムが多いので、そういう意味ではこれは非常に入りやすいんだけれども、まあ、他のアルバムに移った時に戸惑うかなってちょっと思ったりしてます。ただこれは非常にいいアルバムなのは間違いないです。なのでまあとりあえずこれから入っときなさいっていうのは一番無難な意見なんですけれども、まああえてそうではなくて、過去のアルバムの中でどれが一番おすすめかっていうお話をさせていただくと、現状ではこのナンバーゼロという、まず入門したい方には聞いてほしいと思っております。というのもですね、爆竹さん、まあ現役でずっと活動を続けているので、初期中期後期とか分けづらいんですけど、本当に初期の初期っていうのはポストボーイと呼ばれて、髪を立てて黒っぽい服を着て、ポップでビートの効いた曲をやるっていうバンドだったんですね。それがだいたいタブー以前ですね。でタブーからちょっと劇的に音楽が変わってきたんですけれども、特に一番変化が激しかったのがアルバム69からセクシーストリームライナーにかけてなんですね。とりあえず69までダークでハードで音の洪水みたいにこう濃密に音を詰めた曲作りをしてて、そこで次コスモスっていう曲で音を抜いてそれぞれを有機的に組み合わせるような取り組みをした後、ガラッとデジタルに転んで、デジタルと人間の融合みたいなコンセプトで進めたのが、まあ、そのセクシーストリームライナーっていうかなり異質なアルバムなんですけれども、その次ですね、そこでセクシーストリームライナーの後またレコード会社移籍というタイミングになったんですけれども、そこで出たワンライフワンデスっていうアルバムがですね、すごい大傑作なんですけれども、それが割と現在の爆竹に直接通じるような感じですね。演じるような曲があり、ハードな曲があり、ポップな曲があり、それでデジタルも程よく混じってるということで、ワンライフワンデスっていうのが割と今のベースになったアルバムと言えると思うんですよ。でそれの発展系の最新版っていうのがこのナンバーゼロっていうアルバムですね。これですね、まあ、単純にデュスターブっていうみんなで騒ぐようなキャッキャ言う曲もですね、これからのアンコールとかでよくやるんじゃないかと思いますし、ムーンさよならを教えてっていう美しい曲があったり、でそうかと思えばですね、その後からバラ色十字弾、サロメン、フィーリアっていう、これがですね、初めて聞く方は特に気にしなくていいんですけども、
爆竹さんって作曲する方が2人いて、ギターの今井久志さんと星野秀彦さんがいるんですけど、まず星野さんの曲が3曲続いて、このオフィリアというのはすごい美しいんですよ。爆竹ならではの美しさのある曲で、その後、まあ、光の帝国、ノスタルジア、イグナイターという、こう今井久志さんが作詞した感性が爆発して成就したような曲が3つ続くっていう、非常に面白い特徴が出てるような構成になってます。でイグナイターなんてそれこそ無限列車編の煉獄杏寿郎さんのテーマにしたいぐらいこうかっこいい炎の曲なんですよ。でその後でバベルっていう曲があるんですけど、これがあのこっちの割と13回は月光に通じるような、まあ、桜井敦さんというバベルを演じて違和感のない唯一の日本人かもしれないんですけど、そういう迫力あるバベルになりきったビジュアル系ならではの世界観というものを表現する曲があり、それからゲルニカの夜っていう壮大な悲しいバラードがあり、で最後の体内回帰っていう曲、これ不思議な曲なんですよ。爆竹さんこういうねバラードでもないんだけど、バラードっていうかな、なんだろうね、こういう感動する曲っていうものをで最後締めくくってるっていうことで、一応全方面を網羅してるような感じなんですね。最新型でかつ爆竹さんの全方面をかなり網羅してるアルバムっていうことで、このナンバーゼロが個人的には入門者の方には一番これ聞いて次どういうアルバム来ても受け入れやすいんじゃないかなと思っております。で今日の話はこれで終わりなんですけど、あと1枚実はこれともう1枚おすすめあたり、どっちからでもいいから先に聞いてっていう感じなんですけど、もう1枚については、まあ、また次回機会があったら別の動画にしたいと思います。とりあえず爆竹入門される方はぜひこのナンバーゼロ、あと油カダブラですね、この2枚おすすめなのでぜひ聞いてみてください。個人的にはねやっぱり僕アルバムタブー悪の花、その2枚でファンになってますので、その辺思い出がすごく深いんで、思い出補正とかもあるんですけど、まあタブーとかもおすすめしたいんですけれどもって言い出すとね全部のアルバムになってきちゃうんですけど、まあまあ僕個人的に聞かれたらタブー、悪の花、ダーカーザンダークネス、ワンライフワンデス、ラズルダズル、その辺が初期中期のアルバムの中ではおすすめかと思います。とりあえず今の爆竹さんということではこの2枚ぜひおすすめなので聞いてみてください。